おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3076です。はい、今回紹介するのはですね、前回紹介したのがソードクロニクルの仮面ライダーファイズ2ですね。こちらの中のラインナップ3番4番デルタをねやったということで、今回ですねラインナップの1、2番いきましょう。それがこちら、じゃんと、はい、こちらですね、ソードクロニクル仮面ライダーファイズ2、こちらの中がねファイズブラスターフォームの A と B ですね。これをやっていきたいと思います。まあファイズのね最終形ですね、これをねやっていきたいと思いますが、とりあえず箱に関しましてはね、こちらが A ですね。まあパッケージこんな感じです。横反対側ボディーパーツがあって、手首パーツ、ベルトとかね、こんな感じのパーツがありますと。でまあラインナップも載っておりまして、反対側上と下ですよと。で今度こちら B ですね。残りのパーツ関係ですね、頭部とかね、肩アーマー、胸部パーツ、背中のパーツかな。でこちらねトランクモードとかね、こんな感じのものがあったりとかしますよと。でこの形だけ見るとね、なんか入ってないんじゃねえかなって思いますよね。一応ね武器パーツというかね、この形態になるやつは入ってるっぽいんですけどね。まあ一応こんな感じのね箱となっておりましたというふうになってますんで、早速ですね中身見ていきましょう。まあいつものとですね、ここのところをバリッと開けて中身出していきます。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの形となります。こちらが A ですね。でこちらが B ですよと。まあいつもとシールがねいっぱいあります。手首パーツ、ベルトとかね、ポインター関係とかがあって、ボディーパーツがありますと。ここの部分に関しましてね、多分以前紹介しましたね、ファイズの色違いじゃないかな。まあワンブとかの形状がね若干違うかなぐらいだと思いますよと。はい、で次にこちらですね、 B の方お菓子もありますが、まあシールがいっぱいで、裏のところに支柱と台座関係があって、ここにですねトランクモードのやつがありますと。でまあ一応こんな感じのパーツがあって、ヘッドパーツとかがありますよと。はい、一応こんな感じの、まあ見ていただきますと、この状態の剣ですね、あれはないっていうね。じゃあどうすんのって話なんですけどね。まあそこの部分に関しましては今後ね他のラインナップで絡んでくるかもしれないですけどね。まあとりあえず今回はこいつをね作っていきたいと思います。なので今までと同様に組み立て、それからギミック関係で、ね、一気にやっていきたいと思いますんで、早速ですねパーツの方をざーっと用意してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。とりあえずこんな感じでね2つに分けておりますけど、これを組み合わせることによってファイズのブラスターフォームが完成するよと。で基本的な構造に関しましては、以前紹介したファイズとかファイズアクセルと基本的に変わらないと。ただ胸部パーツがねいろんな部分が異なっておりますんで、まあ、そこの部分をね見ていきたいと思います。まず組み立てをねやりますが、本体こちらですね、まあボディーパーツ、これに対してまずは胸部パーツをつけようかな。胸部アーマーがこちらですね、これが前ですよと。でくるりと回したこいつが背中側になると。腕自体はねちょっと離しておかないとね、今の部分が挟まってうまくいかないですね。はい、これで胸部パーツつきましたと。これが肩アーマーですね。これに関しましてはこのねポッチの部分に対して引っ掛けるに入れると。やりづらかったら抜けばいいですね。腕外してしまった方が楽ですね。でこれガチッと引っ掛けるに突っ込んであげましょうよと。はい、入れましたと。これで肩アーマー入りましたね。こういう風につけてあげればこれで左腕完成。右も同様ですね、つけますよと。ただここの部分がね結構な力がね必要になりますんでね、こいつに関しましては説明書の手順ではね、多分今回のような感じでね先にシールを貼って組み付ける方式ではないはずなんでね、これ自体は肩アーマーくっつけてしまってから貼った方が絶対にいいと思います。はい、一応こんな感じで、あと手首パーツに関しましてはね、グーパーツでもつけておこうかなってことでグーパーツつけましょう。で反対ですね、左も同様につけてあげましょうよと。はい、これで手首パーツも入りましたので、あと腰ですね、ここのところに対してとりあえずこいつですね、これは従来とね同じような感じですね、ケース状態のファイズショットを入れると。で今度こっちにねポインターをつけてあげると。で中心部ですね、バックル部分はこちらのパーツになると。でこいつですね、今までのやつと違ってですね、ファイズフォンが入ってないんですよね。まあこれはですねブラスターフォームになるときにね必要になるこいつに関係するんでね、まあ一応こんな感じでねファイズフォンがないやつをつけてあげると。で頭部パーツをパチッと入れてあげると。でこの時ですね、首元のシール傷つかないようにね十分気をつけて入れてあげれば、これでねファイズブラスターフォーム完成です。ファイズは基本的にね黒いベースのカラーなんでね、それが赤くなるんでかなり印象は変わると思います。はい、早速ですね可動範囲とかで見ていきたいと思います。
正面がこちらですよ、横です、後ろ反対側、そして上となってます。こいつに関しましてはね、貼り付けるシールね、かなり多いですね。中心部分とかここにねあります黒いライン、肩アーマーもそうですし、ベルトの両サイド、ファイズポインター、こいつはねないですけどね、こっちのやつに貼らなきゃいけないとか、スネとかね、この辺とか貼り付けるシールがかなりね多くありますので、まあ破れたりとかねしないように貼る必要性もありますけど、劣化によってね剥がれてくる可能性があるので、まあ腕に自信がある方はね塗装した方がいいですし、こいつをね採用するんだったら最終的にねクリアをかけるとかね、コーティングした方がいいと思います。はい、ではですね、早速可動範囲いきたいと思いますが、とりあえず頭部に関しましては左右に動かすことができます。上ですね、下ですよと。はい、で腕に関しましてはこの状態でぐるっと回すことができます。外しましたけどね、ここの部分は前回紹介した仮面ライダーデルタとね同じ構造で、こちらの楕円の部分に対してズボッとはまってるだけなので、フリーに刺さってる感じですね。一応ここでね前後の稼働もできるようになっておりますよと。で、肩アーマーの跳ね上げが効きますよ。水平がこんな感じと。デルタの時にね比べてね、ここの部分の可動域は広いような感じになっておりますね。で、二の腕のロールができますよ。肘の曲げ、手首パーツはね先ほどね刺しましたけどね、パチッと入れてるだけなんで、ここでグリグリ動かすことができますよと。で、左右共通。ボディに関しましては腰のスイングですね。ここちょっと厳しい感じがしますけどね、一応ここでグリグリ動かすことができて、ソリッド前屈です。足に関しましては、まあ前回のデルタとね基本的に変わらず、開脚前後、股関節のロールがあって、膝の曲げができる、足首の可動があると。ファイズポインターがねそこまで下に下がってきてないんでね、足の可動にはね影響なさそうな感じになっておりますよと。はい、一応こんな感じでございましたと。ではですね、武器の保持っていうかね、その辺のねお話をしていきたいと思いますよと。とりあえず本体ですね、この辺とかを絡めない本体だけをねお話をしたいと思いますけど、背中にですねこのパーツがありますよと。で、このパーツ展開してね、肩のねここにセッティングすることができますけど、今ついてるこの状態だとそれはね再現できませんよと。まあどう考えてもね動かないし小さいということで、これをねこっから爪引っ掛けてね外してあげますよと。で、外すことによって露出する穴ですね、ここの部分に対して別なパーツがねこういう風についてきておりますので、これをですねここにズボッと差し込みますよと。これを刺すのがちょっと大変ではありますが、ここにズボッと刺すと、こうすることによってこちらのパーツの展開が完了するという風になっております。はい、これはね別パーツ化されてね見た目が良くなっていい感じかな。ただ貼り付けてるのがここしかないですね、横のシールしかないので、重厚周りがね結構あっさりしておりますんで、ここの部分はね別途塗装した方がいいと思いますけど、こんな感じで展開できましたと。で、こいつじゃあねこういう風に横に振ることもできるんでね、まあ一応こんな感じの稼働もできるという風になっております。まあ元の状態に戻すぎにはただね外してあげて、元々ついてたやつに差し替えるだけとなっておりますよと。はい、あとですね、ファイズポインターに関しましては、ここのパーツを取っ払ってあげまして、展開状態のやつがありますよね、これを足につけてあげればこんな感じで展開状態できますし、こちらねファイズショットに関しましてもね同じですね、以前のやつと同様にこのパーツを外して、中からねファイズショット取り外した状態の空のケース、これをつけてあげて手首パーツでこいつを保持させるという感じで、武器のお話はこれぐらいしかないんですよね。ここにあるやつがねつけていきたいところなんですけど、これ自体はね一応変身時に使うっていうね、それだけなんですよね。本来は展開してね別な形態にすることができるんですけど、その状態っていうのがね今回のファイズブラスターの方にはついてこないんでね、別途他の商品が必要になるという感じになっております。とりあえず台座にねつけていきたいと思いますが、台座への組み付けに関しましては、足の裏または腰とかねこの辺にありますんでね、これを使って立たせると。ポジションはここ、ここに突起がありますんで、ここにつま先を刺せば台座単体でつけることもできますし、支柱を使う場合はこうですね、腰とかにねこいつをズボッと差し込んであげれば、まあこんな感じでね立たせることができるようになっております。これは基本的にいつもと同じ構造、まあ総動シリーズで、ね、共通のギミックでしたと。で、こいつが一つ問題ですと。これに関しましてはこのパーツが入ってて、前後っていうかね表裏とかね、この辺にシールを貼り付けておしまいで、これが本来ガチャンと展開してとかね、そういうモードがあるんですけど、それはねこの状態では再現できないので、これを手に持ってしまうとね、これでとりあえず変身しましたっていう形しかねできないんですよね。これがちょっと惜しいかなと。別商品を買わないとね、この武器関係が揃わないんで、ブラスターフォームがね完結しないのがちょっと惜しいんですけどね。一応これ単体だけ見るとね、まあ造形としては悪くないと思いますんでね、まあこれはね
いいとは思います。これもですね、今後オートバジンがね出ますんでね、確かそれのね後ろにつけることができるとかねギミックがありますけど、その時はねこちらについてるねファイズフォンがないやつがついてくるはずなんで、これは本当にね変身したワンシーンをね再現したりとかね、これを利用して次のモードに移行するためのワンシーンを再現するためのねちっちゃな小物ですね。ならば武器パーツちゃんとね展開状態ですかねついてた方が良かったような気もしますけどね。まあファイズブラスター本体ですねの出来としてはねなかなか悪くはなかったと思いますけどね。まあ相変わらずね貼り付けるシールが多いんでね、そこの部分が劣化によってね剥がれる危険性がねあるのがちょっと気にはなりますけどね。まあ全体的な造形とかはねいいんじゃないかな。最初のファイズ、それからねアクセルフォーム、そして今回のブラスターというふうにね、それぞれちゃんとね造形がねしっかりと異なっててね再現度も高いんでね、これはなかなかよろしいんじゃないでしょうかね。やはり武器がないのが惜しいですけど、以上こんな感じになっておりました。はい、ということで今回ですね、ソードクロニクル仮面ライダーファイズ2、こちらの中からですねラインナップの1番2番である仮面ライダーファイズブラスターフォーム、こちらね組み立て、それからギミック関係ねやっていきました。はい、ということで次回ですね、次回は同じねラインナップになっております5番6番やっていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。